はい、どうも皆さんこんばんは。パパタラです。12月31日ですね。もう今年これで終わりかな。でなんかね、今日はやっぱりプレゼントあるみたいですね。お、来た来た来た。 HVY インサジェットトラックが購入が1回無料。あとはセーターとか花火、ロケット、スナック、一式、アーマー一式って感じですね。そしたらね、このアカウント全く持ってないのでちょうどいいかな。インサージェントトラック多分買うと結構高いよね。これあれだな、ここだったな、ペガサスだったかな、多分。そうだね。でここのオーストックの中からインサージェントトラックカスタム、これですね。無料1回だけだね。よし、これを買っていこう。でただこれ買うだけじゃあれなので、ちょっと前に出したね、そのね、ベニーズホイールもできるのかな。それもついでに試してみよう。でアップグレードが必要なので、もうこのアカウント全く何も持ってない状態のところなんで、アベンジャーが必要になりますね。買えるかなこれ。武器、乗り物ワークショップで買えるかな。施設持ってるかな。もう OK みたいですね。でさらにアリーナを、ここを持ってないとカスタムできなかったと思うので、これで整備士3人かな。これとこの人とこの水戸黄門もゲットして、で、OK ですね。さあ、行ってみよう。いや、雪がすごいわ、これ。すごいね。こんな滑っちゃう感じ。そしたら、アベンジャーかな。これ多分ね、ここの乗り物ワークショップ以外に武器も必要なのか。これ両方つけなかった。乗り物ワークショップつけてなかったんで、これつけます。これね、これをつけた状態で無料の、インサージェントトラックカスタムはさっきペガサスで呼んだので、これを入れていきます。で中でカスタムしていく感じかな。まあ、よく MOC 機動作戦センターも武器乗り物ワークショップにしたりする人もいるけど、まあこっちをねやっといた方がいいよね。なんでかっていうと、まあ、MOC 機動作戦センターはね、どうしてもね複製とかに結構使ったりすることあるので、この辺は適当に。多分クリスマス限定の音楽はあるのかな。ボディペイントかな。地下基地の研究しないと解除されないですね、やっぱり。でここでホイールかな。ここで今選べるのはハイエンド、ローライダーとか普通の車と同じところしか選べないですね。じゃあ早速これをアリーナワークショップに入れていきます。整備士は多分3人雇わないとベンジスホイールはつけられないと思いますね。12月の、まあ、このアップデートがあった時にこの車だけ、あとはもう1個のテクニカルかなだけ、まあこのホイールがね、ちょっと特別なやつが付けられるバグなのかわからないけど、それがまだできるかどうかを見ていきます。
さっきアベンジャーの時はここのホイールのところが種類が少なかったよね。それがありますね。これベニーズもまだできるということで、これはバグなのか仕様なのかわからないけれども、まだこれがつけることができる。だから無料でインサージェントカスタムはもらっといて、アップグレードはお金かかっちゃうけれども、まあ SUV にしてはすごいでかいホイールをつけることができるから、ちょっとかっこよくなるかな。まだねこういう車両持ってない人、まあモッド車両とは違うんだけど、バグでなんかできるのか仕様なのか、こういう風に手に入れることできますね。これ結構いいね。うん、でこれで自分の好きなのをやることできますね。あとアリーナ王に入れた時だけライトがいろいろ変えられるはず。ヘッドライトの種類が多いんで、これは好きな色を入れることができますね。ホワイトも普通のやつより白いんだね、本当に真っ白だね。まあこんな感じですね。よかったらねやってみてくださいね。以上です。In the morning, then I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. Don't ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take my brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but things changed. That's the way it is. That's just the way it is.